一緒させていただいております。その経験から申しまして、玉神さんは危険人物なんかじゃない、安心人物なんだということを皆さんにお伝えしたくてやってまいりました。玉神さんはあのようにちょっとこわもてに見られる方なんですけれども、実は本当に女性に対しても、私のような目下の者に対しても非常に心配りをしてくださる優しい方です。そして食べる姿がとても美しい、箸の上げ下ろしがとっても美しい人なんです。そうなんです、玉神さんはいつもおしぼりを右側にセットして、箸を目の前にきちんとセットして、本当にきれいに食事をされるんですね。姿勢正しく、軍人さんらしく、いつもビシッとした姿でお食事されているんですけれども、その姿というのは実はただ単に育ちがいいということだけじゃなくて、それは常に自分の身の回りを整理整頓しておく、そして安全管理をしておくという、そういうことが生き方にも全て現れてくるんだと私は思っています。いつも緊急事態に備えてらっしゃる玉神さんだからこそ、今のこの老朽化した東京都、今もその新橋の駅も改修工事をやっています。それから首都高、いつ底が抜けるかわからない状態です。荒川氾濫したらどうするんですか。隅田川氾濫したらどうするんですか。地震が来て地下鉄の中に水が流れ込んできたらどうするんですか。そういうことを皆さん自分の身にちゃんと置き換えて考えたら、選ぶ候補者はおのずと決まってくると信じています。皆さん、玉神俊夫、安心安全の玉神保険、保証の手厚い玉神保険に皆さん一緒に入ってください。